アメリカ抜きの11カ国で TPP の発効を目指すべきかどうか話し合う首席交渉官会合がカナダのトロントで始まりました。各国の交渉団が会場に入ります。アメリカ抜き11カ国での全体会合が始まります。 TPP 首席交渉官会合はトロントで2日間行われます。日本政府は二国間交渉を迫るアメリカを牽制するためにも TPP を推進する方針で、全体会合の直前まで各国との個別会談で根回しを行いました。いろんな国それぞれ考え方ありますので、そこは引き続き、まあ、話し合いをしながら、あるいは説得しながらという必要な部分もあると。日本政府はオーストラリアなどと手分けしてベトナムやマレーシアなどを説得する考えです。全体会合について政府関係者はやってみなければわからないと話していて、各国が一致できるかは見通せない状況です。